皆さん、こんにちは。フェザーホーム代表の千田でございます。大変ご無沙汰しておりました。本当に YouTube 出るのも久々なんですけれども、なんとか生きております。今日はですね、新しくできた北24条モデルハウスに来ているんですけれども、まあ、ちょっと私の今の気持ち、それとここを作った思いをですね、今日は簡単ではありますが、お話ししていきたいと思います。はい、ということで、今2階リビングに上がってきたところなんですけれども、まあ、どうですかというとね、今回のテーマはですね、まあなんていうのかな、新しいモダンというかフェザーホームらしさを意識したデザインということで作りました。まあ、特にこだわっているのはやはり、まあ、サウナのある暮らしっていうのが僕らの一番の今お客様からですね、魅力として満足いただいている部分かなと思いますので、そこの部分非常にライフスタイルにこだわったモデルハウスになっているかなと思います。このね、いろいろ使ってる色使いですとか素材については、まあちょっと納得いってないですよ。なのでこれからですね、若干これリフォームしていこうかなというふうに正直思ってます。難しいなというか、本当勉強になりましたけれども、私がバーッとこう思い描いた部分を設計しスタッフに伝えて、こう一生懸命作ってもらったのがこのモデルハウスなんですけどもね、やっぱり私の言葉足らずだったりとか、この目に見えない部分をどう図面に起こしてどう形にしていくっていう難しさを感じました。そして反省しているっていうのが正直なところでして、やっぱりもっともっとこうレベルを私自身も上げていく、スタッフ自身もレベルを上げていくっていうことを常にしていかなければ満足いく家作りってできないのかなというふうに思っているのが正直なところです。まあ、ただそうは言えども、まあまあなクオリティには仕上がってますんで、まあ悪くてもこのクオリティぐらいでフェザーホームは作れるんだというふうに見ていただきたいと思いますし、逆に言うとここからさらに高みを目指しているというふうに思っていただければなというのが、まあ、私の今の思いですね。どうですか、実際見てみて。僕はもう150点くらいのクオリティなので、僕は見たことない家だなっていうのは正直なんですけど、やっぱ社長はまだ、はい、ダメだね、足りないね。まだまだなんですよ。足りないです。はい。まあそこでやっぱり反省した点で言うと、まあ、私は本当運が良かったり、たくさんいろんな先輩方に可愛がってることもあってですね、いい建物とか、いいデザイン、いい場所やっぱりいっぱい連れてってもらってるんですね。で、見てるわけですから、その見たことを元にイメージして伝えてるんだけれども、うちのスタッフ設計士含めていくと、これ見たことなければ、見たことないものはやっぱりわからないで作れないんだと。まあ、そういうシンプルなところに気づいて、まあちょっと反省しました。まあ、ですのでこれからですね、まあうちの社員、まあ本当に忙しくさせていただいてるんですけども、やっぱ時間を見つけてそういう学び、まあ、そういう勉強、そしていろんなものを見るというインプットをしなきゃいけないなと。インプット以上にアウトプットはできないんだっていう、このね、シンプルなところがちょっと最近私欠けていて、これまあうちのスタッフに対してもね、申し訳ないというふうに思いました。まあですので、ちょっとまだまだね、これからより高めに行けるようなモデルハウスではありますけれども、それなりなクオリティにはなっているので、ぜひ皆さん見に来てください。これが今私たちフェザーホームの
まあレベルというか実力なのかもしれません。ただそういった家づくりを通してお客様にやっぱり笑顔になってもらったり満足してもらうと、この場所いいねって言ってもらうことをできているのは嬉しいかなと思いますね。フェザーホームのこう企業理念としては、いつの時代もその時の最高なもので笑顔と心地よさを追求するっていうふうに言ってるんですよ。だからこのいつの時代もっていうね、私も2年前とか3年前ちょっと止まってるかなっていう反省も含めて、この今の時代の最高なものでやっぱり作っていくっていうことをやっていかなきゃいけないかなというふうに反省いたしましたというところです。他何か聞きたいことありますか？どういう人にこのフェザーホームの最新のモデルハウスを見に来てもらいたいなっていうお客様、はい、像ってあるんですか？ああ、もういい質問です。私たちフェザーホームのホームページにも書いてるんですけども、素敵な人フェザーホームのデザインに住むと、まあ、そこに思いを込めていて、やっぱりこう素敵な暮らしをしたい人であったり、本当に素敵な人がうちの家に住んでもらいたいと、そういった思いが強いのでね、やっぱりこの私たちの家を買っていただいたり一緒に作り上げる人っていうのはシンプルに素敵な人に来てもらいたい。じゃあその素敵な人っていうとどんな種類の素敵な人があるのかなってあると思うんですけど、この2年間おかげさまで、まあ100件までいかないですけどね、もう数十件のお家を建ててもらいましたけど、まあ、皆さん素敵な人に建ててもらってます。ありがとうございます。ただその素敵な種類がいっぱいやっぱりお客様によって違ってですね、僕最近ちょっと思うんですけど、癖のある人フェザーホームのデザインに住むと、これ悪口じゃないです、いい意味で癖のあるというかね、なんていうのかな、本当にオンリーワンな家づくりを求めてる方が私たちフェザーホームご用命いただいてるかなと思いますね、うん、まあ、素敵な人ですから思いが強くてね、本当に素敵なんですよ。まあ、そういう方の家づくりに携わっている私たちっていうのは、まあまあもっともっと勉強とね努力をしていかなきゃいけないかなと、こういうふうに思います。家づくり自体癖があるよね。あるわ、本当に癖しかない、うん、では、まあ、私の方でねちょこっとこう案内というか、詳しいルームツアーはまたうちの小野とかね、やってもらえればいいかなと思いますけど、まあ、ここの洗面台やサウナの作りについて、お話をできるぐらいちょっと取りに行きますか。はい。はい、はい、ということで、一つ目、やっぱりサウナですよ。私たちフェザーホームの一番の売りというか、このサウナ付き住宅。ですね、今お家を建てるご用命10件いただいたら、だいたい3人4人ぐらいはこうサウナがやっぱりついてるお家っていう方に割合になってきたかなと思います。まあね、2年前こうコロナがあってサウナブームっていろいろあって、なんかブームで終わるっていうふうに言われてましたけれども、私個人的には当時からそんな思いはなくて、例えるならウォシュレットと一緒で、一度使ったらもうウォシュレットのないトイレはなかなか使いたくないとか、あれウォシュレットないのっていう風になるじゃないですか。それと同じでこのサウナの整って気持ちよさを体感するとですね、どこかホテルに行きます、温泉に行きます、あれサウナないんですかって多分聞いてませんか皆さん。おそらくこの時代がもう少し続いていくと、まあ一家に一台サウナとまではいかないかもしれませんが、まあ多くはですね、家庭用サウナ、家にサウナがある暮らし、こういったものが増えるような気はしてるんですよね。
そんな中でどうせ住むならおしゃれに住むと、おしゃれなサウナに住みたいっていうことで、これどうですかこのデザイン。まああのこれ私のちょっとした趣味でもありますけれども、間接照明を使ってこう暗くというか、このサウナに入っている時にやっぱり考え込む、考える、そして一緒に入っている人と会話をする、そういう時にこうパーッと眩しいものが来るよりですね、こういうほわっと光っている中話す方がなんか雰囲気良くて好きなんですよね、というコンセプトで作ってみました。あとはまあこういう椅子、これもあのこういうアーチ状にしているんですけども、これももうオーダーで作ってるんですよ。ですのでちょっと普通にはなかなかないものだったり、まあ、こういうレッドシダーについてはこうフェザーホームのね、もう何でしょう、シグネチャーみたいな感じになってますけども、こういったものを生かしたというところです。はい、ここがやっぱ一番かな。皆さんサウナ入りに来てください。はい、それでは次のポイントですね、お風呂。まああのここのお風呂はユニットバスではなくて、まあ、手作りの造作風呂と、いわゆるオリジナルオーダーなお風呂です。使っている素材も下は本物タイルですけど、これ上はちょっと違うんですね。そういった部分でも黒で締めることによって予算をなるべく抑えながらもかっこよく仕上げると、まあ、そんな風な意識をして作ったお風呂になります。こういう光もね、浴びながらお風呂入る、でも上についてるわけですから、あの視線は感じないと、そういう立地に合わせた設計デザインということも意識したお風呂となっています。はい、ということで次のポイント来ましたけれども、まあもうこういうね、アウトサイドにあるテラスっていうんですか、アウトドアリビング、いろんな呼び方あると思います。どうですかこの空、空カメラ向かんねえわこれまあ後で撮って、ああ向いた向いた、こうやっぱりこう外のね、あの光も入ってきながら、まあ、外気浴ができるスペースですよ。もちろん冬はね、ここの部分っていうのは使い方難しいかもしれないんですが、そっち側に屋根をつけて、はい、露天風呂作っちゃったんですよ。ですかこのこう来てね、触ってシャーってやってここに入る、いいな、いいよね、どうですか、最高、最高でしょ。ということで、まあここね、屋根はここであるから、ここをちょっと冬は仕切って、まあこっちはこうね、いろいろと冬でも使えるようにしたいなというふうに思ってます。まあ夏はもちろんこう全部使えるようにして、外気浴したりとか、ここでね、まあ水風呂でもいいんですけども、入って遊ぶと、まあそしてそっちのつながり、リビングダイニングつながるっていう、この動線のライフスタイル、これこそがフェザーホームスタイルというか、新しい生活スタイルのコンセプトにバッチリなんじゃないかなというふうに思っています。ぜひ見に来てくださいね。ということで、まあ、このモデルハウスの作る思いと、まあ、出来上がってみての反省点、まあ、そしてこれからねちょっとリフォームしていこうかなぐらいな思いがあったり、まあ、高みを目指しているというふうなところを皆さんに知っていただきたかったかなと思います。ただその中でも、まあ、フェザーホームの今まで培ってきた技術、デザイン力っていうものはしっかり見れますので、ぜひですね、お気軽に立ち寄っていただければなと思います。これ私の主観ですけどね、今はいいものだけ作ってたら売れる時代ではないと、まあまあ周りの経営者の皆さんもそういうふうな言ってる人が多くて、本当にその通りだなと思います。コンセプトがないとやっぱりこうなかなかお客様も一歩踏み込んでこう購入とか決断できない時代になってるなというふうに思いますので、私たちもですね、家がこんな家が欲しいと、フェザーホームの家が欲しい、
こんなコンセプトの家が欲しいと、そういう方と出会いたくて今頑張ってますんで、ぜひ素敵な人、癖のある方お待ちしておりますんで、フェザーホームお問い合わせいただければと思います。今後もたまには動画にやっぱり出ていきたいなと、動画出ないのっていう声もたくさんいただいてましたんでね、そういったことはちょっと意識しながら今後も頑張っていきたいと思います。引き続きフェザーホームもよろしくお願いいたします。本日は、ご視聴いただきましてありがとうございました。